皆さん、こんにちは。戸塚純喜でございますね。今回は、戸塚チューブということですね。戸塚のための、戸塚による戸塚の番組でございますね。ボックスポーツがね、あの2回ほど放送されたんですけど、まあ、今回はあの体だけじゃなくて、あの頭をね、動かしたいなということで、まあ、なんか大喜利をやりたいななんてね、あの思いまして、僕のためにね、集まってきましてね、今回、ポンコツの3人です、どうぞ。よろしくお願いします。この空気が、もうね、感じてるよ。こちらで、なんでさ、柳孝之です、よろしくお願いします。よっ、難波翔平です。難波翔平です。はい、五十嵐健人です。イエーイ、よろしくお願いいたします。ご挨拶しましたね。はい、今日はありがとうございます。いやいや、とんでもないです。よろしくお願いします。トズチューブって何？トズチューブは、だから僕のための、僕による、僕の番組です、ね、これ、戸塚氏が喜べば OK みたいな、まあ、そういうことですね。あ、なるほど、なるほど。ちょっと自己満的な感じでやってるんですけど、ね、それに呼ばれて、それに呼ばれてね、そうですよ、だから、ボックスポーツではね、大変お世話になりましたけど、レズもやったもんね。今回ちょっと、あ、そうですね、そうですね、体じゃなくて頭を動かしていかないと。なるほど、なるほど、面白い、面白いことですよね。面白いですね。そうなるね、大丈夫だね。僕たちもやっぱり最終的には海外の方に、お、ね、役者として進出していかなきゃいけない。よっ、よっか。だからやっぱ体だけではダメだと、頭を回転させなきゃいけないということで、大喜利をね、はい、気持ちがふわふわしちゃって、そうですね、もう早くして、ね、長い、長いね、長いね、ちょっと毎日長い、楽しみにしていた、長いですね、早くしてください。違うな、みんな。そう、そうですよ、今日は違うんですよ。そうなんです、そうなんですね。本来ギャラリーがいるという、本来ならこう逆の方がいいんじゃないかっていう。そうですね、あの鼻的に僕たちが出るわけじゃないと、そんなことないよ。本当ですか？牧草になっていくんだよ、僕たちが。今後ですね、頑張って。世代交代、世代交代、紹介、紹介を。そうですね、でも友達、紹介、そうですね、紹介をぜひ。紹介、あのね、紹介、我が牧草の先輩リーダーよ、加藤圭介さん。よーよっ、ゲックさん、よっよっ、見えてますか？よっ、うるせえな。ね、意外と近めということでね。そしてね、相沢の皆さん、おお、よっ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 、嬉しい、ハイタッチしてくれる。あー、ということでね、伝わった、伝わったかな、伝わりましたかね。ちょっと緊張しますね。そう、緊張しましょう、これは本当に人に見せるためではない。全然笑っていいんですからね、全然笑っていいんですよ。はい、相沢さん、携帯いじってらっしゃるからね。もうすでに持ってらっしゃるから。ということで、じゃあもう早速やっちゃいましょう。はい、やっちゃいましょう。そのノートちょっとあるんですよね。第1問、はい、はい、やりましょう。はい、これね、僕ちょっと好きなやつね。前代未聞、高速道路で脇見渋滞1000キロ、反対車線で起きている出来事とはね。なるほど、もうそれだけなんか、まあまあ、間置くとダメなの、これパパで行きましょう。そうですよ、どん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 出してくださいね。いやー、これ難しいかな。いやー、しびれますな。しびれますな。司会者じゃないの。ちゃんとやってくれる。ガヤ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 やってくれる。ガヤ、僕もちょっとあの時間決めよう、大事大事、時間決めよう。シンキングタイム、シンキングタイム、はい、自由です。はい、来た、五十嵐さん、そんな早いよ。早い、早い、あ、温めてきたね。はいはいはい、もうパッパと行きますよ。パッと行きますよ。行きますよ。前代未聞、高速道路で脇見渋滞1000キロ、反対車線で起きている出来事とは。反対車線でアッコさんが昼寝をしている。あー、震えが止まんない。いい、あ、いいっすか、いいよ、こういうのいい。でもいいっすか、ちょっとジャブ程度に、ね、よかったよかった、ジャブ、ジャブ、ジャブ程度に、すごい良かったですよ、ジャブ程度に出しました今ね。はい、ジャブ程度に出しました。どうですか、ほら、よかったよかった。反対車線でね、はい、来ました、来ました、はいはいはい、行きます。レンちゃん、じゃあ行きます。前代未聞、高速道路で脇見渋滞1000キロ、反対車線で起きている出来事とは。これあの、今の旬のね、あんま大きな声で言えないですけどね、サン、ウォーチさんがめっちゃノリノリで踊ってる。え、誰、さ、ゴーチさんがめっちゃノリノリで踊ってる。今旬の方ですね。今旬の方、わかります、わかります。なるほど、俺はどうですか、ノリノリで踊っちゃってるんだ。どうですか、もうクラクション聞こえないんだ。じゃあもうノリノリで踊っちゃってるから、だから耳聞こえないみたいなね。やめなさいよ、本当に。はい、
ヤナイ君、はい、来ました。はい、前代にも高速道路で脇道渋滞1000キロ、反対車線で起きている出来事とは。なんか、顔なしがこうあってあれさ、このシャッター音が響くっていうね。こう、もう顔なしが、顔なしがもうこう、もうすごい大きくなったやつ。あ、そう、大きくなったやつが反対車線でこう、あ、あ、あって言ってる。言ってる。はいはいはい。じゃあ何言っちゃってるみたいな。はい、翔平さん。いきますよ。前代未聞高速道路で脇道渋滞1000キロ、反対車線で起きている出来事とは。さっきのね、半年前。これ最近も。めっちゃ乗り。もういいわ、掴み切っちゃう。もういいわ。で、掴み切ったバージョン。もういいわ。はいはいはい。はい、五十嵐さん。はい。前代未聞高速道路で脇道渋滞1000キロ、反対車線で起きている出来事とは。人類の進化を猿から猿二の人までを使い細かく再現をしている。いや、ずっとポンポンポン、ずっと猿二の人まで使って猿から再現して、はいはいはい、消します、再現します。うわ、頭消してちゃって、声が聞こえて立ち落としたみたいな。はい、そうです。かなり高度でしたね。でもね、はい、高度ですよね。高学歴な感じ出てました。順に書かないの。っていうの、え、あの、僕は正解発表する。正解正解なんだ。正解だ。自らね、追い込むという。まあ、こんぐらいにしてきますか。そうだね、ちょっとジャンプ戦の続きもいきます。そうこのね、すっげえ嫌だったんですよ。じゃあ、正解。あ、そうです。まあ、でも、そうなんです。これ正解があるんですよ、実は。なんすか、なんすか。お願いしますよ。ねえだ、正解があるんだ。今から書くの。もう、本当やん、これすごいな、芸人さん。正解か、すごいな。いや、すごいね、芸人さん。あ、すごい、こんなんもう耐えられない。ちょっとね、観客いっぱいと耐えられない。それって本当だよ。2人、3人ですら無理なのみたいな。そうそう、満とかになると。ちょっとね、自己満足で1個言っていい。あ、どうぞ。あ、じゃあお題ちょうだい。え、あ、さっきの、あ、いきます。前代未聞高速道路で脇道渋滞1000キロ、反対車線で起きている出来事とは。三輪さんが宇宙人にめっちゃ説教してる。何こっち見てるの。かけたかな。カメラかけたカメラカメラ繋いでるかな。そう、そのあれ、これお絵かき選手権ですか。ですか、さっきから絵バッグ大丈夫絵心。あ、絵心、絵も使ってこうってやつ。今の絵もよくありますね。はい、戸塚先生、大丈夫ですか。それではね、今のはい、はい、今もういいですか。私が今ちょっと、あの、反対車線。選挙遅いですね。1000キロも。そう、1000キロも。1000キロも渋滞しちゃってるしてるから。そうだよね。相当、じゃあすごいですね。つなぎない、未聞だもん。つなぎ、つなぎでやりますか。もっと五十嵐さん、つなぎで。はい。それでは、前代未聞、高速道路で脇見渋滞1000キロ、反対車線で起きている出来事とは。隣で大林元子が昼寝をしている。昼寝シリーズね。昼寝シリーズでね。あ、つなぎ、つなぎで。はい。はい、はい、したね。お、答えが完成しました。いいですか。はい、参りましょう。行きます。正解。はい、じゃあ、いきますよ。はい、自分で読む。前代未聞、前代未聞、高速道路で脇見渋滞1000キロ、反対車線で起きている出来事とは。道路の真ん中で、あの、貴乃花のぶつかり稽古。いただきました。正解いただきました。正解いただきました。これが模範解答。模範解答だったね。あ、これはちょっとたどり着かなかったわ。これはちょっといかなかった。ちゃんと想像してさ。あ、面白い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 。うん、オッケーオッケー。みちゃん、そういう感じか、これ。助け合って、助け合っていこう。いや、助け合っていこう。ちょっと今思った、ちょっと落とし合ってる。そう、落とし合ってる。ダメダメ、そんなんじゃない。助け合ってくれ。俺の番組はそんなんじゃない。あ、そうそう、助け合って喜ばせてなんぼで。そうだそうだそうだ。今後また使ってもらうにはね。そうそう、使ってもらうには。難しいけど、助けのためのね。助けのためのね。すいません、本当に。はい、じゃあ次の楽しまなきゃ参りましょう。じゃあ行きます。はい。これ行きたい。もう自分の独断で言ってるんで。ちょ、これちょっとね、結構難しい。綺麗なバラにはトゲがある。これの姉妹語教えてください。まだ姉妹語だから、あの、的なことですよね。うん、綺麗なバラにはトゲがある的なことを。
教えてください、ね、これ結構頭使いますよ。完全に言葉遊びですからね。そうですね。さつまいが観覧誰一人いやいや、そうですね、一応伝えとかないとですね。気づかないようにしてましたよ、強く持つためにね。傷つくからね。第一問終了には終了後にはもう二人ともいない誰もいないって第一問で第一問で耐えられなくなる。まあそうでしょう、そうでしょう。耐えられないよね。びっくりしました。じゃあおっと、できました。柳さん、さあ、いきます。柳くんですね。綺麗なバラにはトゲがある。これの姉妹を教えてください。はい、愉快な人よか割とマシ。おお、割とね、割とマシ、割とどっちかっていうのはマシやん。愉快な人よか、人よか、そういうことだね。人よか割とマシ。じゃあ次、意味が分かんない。意味が分かんない。じゃあこれね、いいかな。きました、翔平さん。これちょっとアップで追ってほしいな、ちょっといろいろ。もっと、あ、でも前できません。もう前できません。できません。できません。予算が、予算が踏まれたので、すいません。予算がね、寄れないんです。寄れない。いきますよ。綺麗なバラにはトゲがある。これの姉妹を教えてください。綺麗な肌にもほくろがある。おー、これ僕のことです。おー、なるほどね。なるほどな。自分のことを、なるほど、言っちゃった。大事ですね。うまい。出ちゃった。うまいですよね。うまい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 ね。はい、じゃあ、近かった。はい。何ですか。いや、この状況で手を挙げたらもう答えるしかないでしょ。質問とかじゃないですよ。びっくりし、急に手を挙げた。違う、流れあるからです。なんか、こういう、何あれボタンあるんですか。自分なのね。手を挙げる。じゃあ、いきますよ。綺麗なバラにはトゲがある。これの姉妹が教えてください。ギャルやヤンキーには無駄に強い結束力がある。うまいね、うまい。まあまあまあ、そう、非常に、いや、わかりますね。だから無駄に強いっていう。なんだろう、なんだろうね。普通の人より強いですよね。ちょっとね、仲間感っていう。すごい、なんかわかります、それは。ああ、そうですか。気持ちがわかる。ああ、ありがとうございます。よかった、よかった、共感を得れて。はいはい、いや、よかったですよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。よかった、よかった。来ました。はい、柳くん、いきますよ。綺麗なバラにはトゲがある。これが姉妹を教えてください。大竹しのぶはめちゃ強い。ああ、強い、強いんだよね。強い、強い、確かに。嫌い、こういうの嫌い。いやいや、好きです。好き、好きだけど強い、強いんだよね。あ、ごめん、いました、ダンちゃん。これはね、これあるあるだな。これあるあるです。あるあるというか、いきます、いきます。綺麗なバラにはトゲがある。これの姉妹を教えてください。俺の靴下に豆入ってた。え、ね、さっきから思うんだけど、なんかね、ボロが悪いの。なんか、あれ、あれじゃない、お題なんだっけ。なんか自分のことについてみたいな。俺の靴下に、最近やった発表とかないの。全然、そう、俺の靴下に豆入ってた。これご機嫌ようとかじゃないから。そういう、そうそう、あれじゃないから。違うじゃないですか。違う、違う、意味が、そうだね、意味は、意味は、なんかこう、意味は何、意味は、綺麗なバラにはトゲがあるっていうの、ちょっと意味があるじゃないですか。そう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 、ことわざ、ことわざだから。わなわなじゃないけど、そうそうそう、トゲがあるみたいな。トゲがあるって、そのびっくりあるじゃん。俺の靴下に豆入ってた。豆、なんで豆入ってんの。いや、ハプニングだな。そういうこと、そういうこと。だから、ご機嫌ようじゃないから。じゃない、違う、あ、違う、しまった、違うか。はい、ちょっと難しい。ということでね、これ難しいな。まあ、そんな感じですか。はい、はい、はい。じゃあ、ちょっと翔平さんが分かんなくなってきたよね。そうですね、この趣旨がね、だんだん。だから、これもね、僕が正解発表します。はい、お願いします。お願いします。これお願いします。じゃあ、ちょっとつながる、ちょっとつなぎも思いつかないっていう。つながる、これちょっと難しいな。そうだね、下ありがたいんだけど、そうそう、今から今から今多分考え出してるんだよね。うるさいよ、うるさいな。いやいやいや、うちはトズチューブですか、これね。トズのためのだから。そうそう、そこはもう自己処理してもらわないと。もう踏む先から、何馬車が動く先から、もう足が、ところ狭いっすよ。わかります、そのバタバタしてる。そう、何馬車でバタバタしてる。落ち着かないっすから、ちょっと。いいとこに足が、もう踏む先からもう。でも戻ってきてくれました。あ、そう、また違う。あ、あ、今回はご紹介しご紹介に扱います。澤井さん、澤井さん、ギャラリー、何その流れ。あの、顔見せは、顔見せはちょっとあれなんですけど、名前ギャラリーでね、名前だけ、澤井さんの代わりに澤井さんが、おー、来てくれて、
さん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか皆さんがものすごい面白い大喜利やってるって聞いたんで、ちょっと見学に来ました。今、面白いです。今、今から面白い来ますよ。よく見てますよ。綺麗なバラにはトゲがある、これの姉妹語を教えてくださいね。ガッツな石松には OK 牧場。ちょっと意味はどういうことですか。やってください、顔込みですよ、はい、顔込みですよ。これ回答ですね、これが回答、まあ、これは回答です。違うんだよ、ここで気付かないな、こんなん気付かないな。なんか俺の思ってる番組こんな感じじゃない。ちょっとギスギス、そうだね、ちょっとギスギス、トゲありますね、トゲある、トゲあるね、トゲがある、こういうことないよね。はい、すみません、ごめんごめん。じゃあトゲがあるよね、トゲがある、トゲ止まりましょうか。落とし合いじゃないんだよ。そうだよね。じゃあ次行きましょう、次番組作ろうで、じゃあもうやめましょう。はい、じゃあ第3弾に、はい、これ難しいかな、ちょっと難しいね、あんま難しいな、ちょっとあんま繋げないですから。そうですよね、難しいっすよ。超油症のジェームス君、彼の残した数々の伝説を教えてください。もうだから油症ですからね、なんかぬるぬるなわけですよ。じゃあ俺に書いておこうかな、早めに。あれうるさいから周りが、周りがうるさくてやりづらいから。もっとね、本当だったら面白いとかできるんだけど、なんかルールとかがんじがらめでなんかダメなんだよな、そういうような雰囲気とかが。そんなにいけないんだよな。繋がりますね、ごめんなさいね。いや、難しいですかこれ、ね、ちょっと僕先に出してますよ。じゃあ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 僕出して、あ、行きました。柳木くん一発目ね、行きますよ、はい、超油症のジェームズくん、はい、彼の残した数々の伝説を教えてください。仕事かな、これはね、仕事、うん、仕事、うん、ニベアクリームのそもそも。あーもう、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 いらないよ、もうそもそもみたいな。ニベアクリームいらないよ、いらないよ、ピカ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 、あ、なるほど、歩くニベアクリーム、あ、そうそう、歩くニベアクリームだ、あ、なるほどね、フレアリーム、潤ってますよ、潤ってますよっていう。はい、おいいですか、これはちゃんと来ましたね、撮ってくれました、大丈夫、大きめの相手、はい、はい、来ました、はい、いきますよ、はい、からし明太、からし明太、ちょっと待って、お題が変わってる、お題が変わってますわ、びっくりした今、このままパッて出しちゃう、今のお題が良かった、今のお題が良かった、お願いします。じゃあいきます、超油症のジェームズ君、彼の残した数々の伝説を教えてください。死亡原因、タバコを足で揉み消し昇進っていう。油かけない。いやいや、もう油引火しちゃって、そう引火しちゃって昇進したってことですね。タバコを足でも引火したら昇進したっていう。靴で、靴で踏んで踏んだりも、靴で踏んだりも関わらず、そのまま燃え、あ、燃えちゃった、燃えちゃった、もうダダ漏れなんだ。そうそうそう、それもダダ漏れなのね。はいはい、ホルモン的な、そういうこと、そういうことです。バランスがね、はいはい、そういうことです。好きでした、はいはいはい、ありがとうございます。そういうことです。非常に。じゃあそうですね。超油症ジェームズ君。あ、いっちゃいますか。何ちゃんいきますね。超油症のジェームズ君、彼の残した数々の伝説を教えてください。まあ数々あるんですけど、根本的にね、家帰ったら鍵が開かないっていう。ああ、まね、もうつるっとね。もうそう。つるっといっちゃうからね。つるっといっちゃうからね。数々あるんだけど。見せなかった。うん。じゃあ次行こうか。次行こうか。はい。ミスか。はい。いやいや、いいテンポだよ。はい。超油症のジェームズ君、彼の残した数々の伝説を教えてください。多い日は群れる。なんか CM 的な、まあ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 、CM 的な感じ、そう、CM 的なことなのかな。うん、ちょっと今出して気づいちゃったけど。あれ？あれ？聞いたことあるのかな。あくまでもジェームズ君。ジェームズ君の話、まあ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 。多い。どうしました？いやだから、もう答えますから。超油症のジェームズ君、彼の残した数々の伝説を教えてください。はい。イカ天はあげれたけど、エビ天はダメだったって。自分のじゃあ、そう、自分の油で、あ、イカ天、そう、イカ天はいけたけど、自分の絞りとった油で、そう、エビ天はダメだったっていう、料理をするっていう、そういうことです、なるほどな、はい、エビ天はちょっと難しかった、そうだね、甲羅とかついてるしね、はい、そうです、そうです、そうです、っていう、はい、次行きましょう。もう汚い感じになってた、汚い感じになってた。あ、じゃあこれ、来た、行きます、来た、面白いやつ、いや、まあ来た、面白いやつ、来た、行きますよ。
超油性のジェームズ君、彼の残した数々の伝説を教えてください。ジェームズ君すごいんです。でも実は兄ジョニーのがすごい。おなるほど。そうなんだ。情報。ジョニーのがそう情報。ジョニーのがすごかったっ、すごかったという。兄のね、そうなんだ。それがもう伝説だ。伝説です。もうそうなんだ。そんなにジェームス君そうでもなかったっけ。そうでもなかったし、実はね、兄の方がすごかった。なるほどなるほど。すごい、ね、じゃあはい、あはい、はい、行きました。うん、いや、うん、超油性のジェームズと彼の残した数々の伝説を教えてください。小4の頃のあだ名がラード。小4につくんじゃないかな。小4からそんな、まあ、それちゃうよね。思春期前でジェームズラードみたいな、うん、ラードって言われてんだろうね。だったのかなって。次行こうか。はい、終了。あ、これいいっすか、最後で。あ、最後最後、これで、これ出したらすぐパッていっちゃってください。もう回答出しちゃってください、はい、あ、わかりました。これあんまりそんな繋げないんで、これはい、はい、いきます。はい、超油性のジェームズ君、彼の残した数々の伝説を教えてください。新しい油、ジェームス油が空前の大ヒット。はい、次行ってください。ジェームス油が全然もね、語呂がね、語呂が悪いんだよ。ジェームス油、ジェームス油が全然大ヒット。どうしてもジェームス君をね、売り出してるんだよ、油をね。そうそうだね、油で料理したいね。そうしたい感じ出てるよね。ジェームス君が次行ってください。だから、あ、回答回答、はい、ね、あの正解教えますよ。あ、もう教えてください。あ、なかった今回の。なんだよ、やっぱ今回結構難しいんですけど、難しかった。ジェームズ君の、うん、最後の、いきますよ、はい、超油性のジェームズ君、はい、彼の残した数々の伝説を教えてください、うん、レフ。ちょっと待ってください、どういうこと。レフ、だからそういう撮影現場に、撮影現場でジェームズ君こういるだけでこうパーって、レフ、レフ、レフ、例えばこういう、そういう人みたいな、ジェームス君がレフみたいな。あ、もうジェームス君、あ、ちょっと、ジェームス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 、ちょっと開いて、ジェームスが、あ、なるほど、ジェームス、下がって下がってみたいな、ジェームス、ジェームス、強いな、強いな、吹いてる、そういうものね、レフ、ね、あ、今の、よかったよかった。これちょっと説明込みの面白さ。そう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 、そう最後ね、あの説明するすごい一瞬もうやばいやばい、結構あんだよ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 。違う、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 面白いですね。面白いですね、でも。そうだね、楽しみだった。ここだけ盛り上がってますね。そうだね、ちょっと、もう時間テープちゃうんだよ。予算が、どうしてもこれなんですね。これもちょっと出したいんだね。それしかない、ちょっと盛り上がってしまってね、時間を忘れてしまいましたけど。まだ3問しか、まだ疲れたんですよね。はい、ちょっとじゃあ今回これは前半戦ということで、うん、はい、電話がない、電話がない、もう時間です、もう時間です、あと1分上からもね、はいはい、あっつが、はいはい、だから後半戦もっとね、お題をそうですね、どんどん出していきたい、もっと過激な、もうちょっとこう踏み込んだところ行きたい、そうです、前半戦これっていうことで、とりあえず後半戦もやりますのでね、続けてね、ちょっとお楽しみにして、お楽しみにポチッとしていただければ思いますのでね、とりあえずトスチューブ前半戦でした。第1回目ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またね、ご意見、ご感想、苦情などね、全部受け付けてるのね、どんどんコメントの方に、コメントの方にください、また苦情があればよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。トスカでした。ナンバでした。柳でした。五十嵐でした。イエイ。